恐ろしやな話を伺う企画です。今回で第3弾となりますが、本日ナザレンコさんにお話しいただくテーマはこちらです。ドーン、オソロシアな歴史教育というわけで、本日はナザレンコさんからロシアの歴史教育について伺います。まずは8月26日付の時事通信が配信したウクライナで8000体分の遺骨発見、旧ソ連のスターリン大粛清の犠牲者がというニュースを読ませていただきます。こちらです。時事.comの記事の概要です。ウクライナ南部オデッサで旧ソ連の独裁者スターリンによる大粛清の犠牲者のものとみられる5000体から8000体分の遺骨が発見されました。地元当局が先月25日に明らかにしたということです。地元当局高官によりますと、旧ソ連国家保安委員会 KGB の前身である内務人民委員部、これは NKVD の手で1930年代に処刑された人々と考えられます。空港の敷地拡大計画の一環で始まった予備調査で発見されたということです。恐ろしい話ですね。そうですね、本当にその、スターリンによる大粛清は結構世界的に有名な話なんですけれども、はい、それは、ね、ウクライナにおいては特にひどかったんですね。で、例えば代表的な例を挙げると、1933年に起きたホロドモルという政策の場合は、赤軍がウクライナの村にやってきて、で本当はウクライナはすごく豊かな土地なのに、一般市民が持ってた食料を全て奪って400万人の餓死させたという政策ももう国家が行ったりしてたし、でその後は例えば物理的なその人口抑制政策をした後は、今度はウクライナの代表的な作家とか代表的な詩人とか代表的な研究者とか結構殺してたわけですね。でその後はクリミア半島においては、本当はクリミア・タタル人という先住民族がいるんですけれども、その民族全員をふるさとから追い出してカザフスタンの方に移住させたというのもスターリンの政策ですね。で本当にその時は何十万人が死んだか分かってなくて、もう70年が経った今でもめちゃくちゃその新しい遺骨が あちらこちらで発見され続けてるんですね。だからもう本当にその粛清の規模が分からないぐらい、ね、やばいものだったんですね。はいはい、で恐ろしいのは、そのスターリンの粛清の話を知らないロシア人がもう一人もいないわけですね。なんだけど毎年そのスターリンの評価が上がりつつあるんですね、ロシア国内において。でここでちょっと統計を、はい、このですね、ニュースを受けて、このようなグラフですね、はい、これグラフよりいいですか。じゃあ、はい、こちらですね、第二次世界大戦の勝利を記念するためにスターリンの銅像を設置すべきと思いますかという、こういうアンケートが2005年から2021年にかけて行われていたと。そうですね。で、見ると2005年はどちらかというと思わないという人が圧倒的に多かったのに対して、それは年々増えて、2020年最新の世論調査によると 48% もスターリンの銅像を設置すべきと答えるようになったんですね。でちょっと次の、グラフもあるんですが、なるほどね、増えてるんですね。増えてる毎年で、こちらもスターリンが偉大な指導者だったと思いますかという世論調査なんですけど、1992年、要するにソ連が崩壊した直後は、全く思わない、どちらと思わないが多くて、全く思ってそう思うという人は少なかったのに対して、プーチン政権になってからもうまずは思わないという人が減って、その後は思うという人は圧倒的に増えたんですね。逆転したみたいな感じですよね。そうですね。でそれはもう本当に全てプーチン政権が行う歴史教育のせいでもありますですね。具体的に何かというと、今ロシアにおいてはその第二次世界大戦における戦争勝利を絶対視する動きが出てきてて、もうなんか例えば毎年パレードが行われるんじゃないですか、ありますね、ロシアの方で、はい、それはですね、ソ連時代でさえ10年に一度とか5年に一度とかしか行われなかったのに対して、今はなんと毎年例外なく行われる。しかも本来はやはりソ連は2000万の犠牲者を出したわけだから、はい、これは決して勝利したとはいえ喜んでる人はほとんどいなかったんですよ。だって、うん、私のひいおじいさんも戦争で亡くなってるわけですし、そうですか、どんなかもう5人に1人が死んでる
るぐらいのひどいものだったから、もうその戦争で、親戚を失ってない人の方が少ないんです。だからそれ本来は追悼の日だったのに、今ロシアを見るとそうでもなくて、もうあの祭りですよ、完全に。で最近は特にそれは子供の戦のもすごくひどくなってるんですね。あ、そうですか。ここでちょっと一つの動画を見ていただきたいんですけれども、はい、これはロシアでも毎年のように行われ、まあ、そのいろんな行事が行われるんですけれども、うん、一つの、その線路に関して、これはですね、子供、小さな子供に、ね、うん、小学生以下だと思うんですけど、赤軍の制服を着させて、赤軍のね、はい、まあ、今これは現代の軍服なんですけど、うん、でこう子供に、赤軍の制服を着させて赤旗の下で並ばして、でそこでソ連時代の歌を歌わせて行進させるっていう風潮が広がってるんですね、ロシアの中で。もう子供の線路なんですよ。で何が恐ろしいかというと、その軍人というのはですね、もう死ぬこともあり得るんじゃないですか。でもロシア人は喜んで自分の子供にその軍人の服を着させて、その国のために死ぬのは当たり前みたいな価値観を植え付けてるわけですね。でプーチン大統領も本来はどうしてスターリンの正当化、スターリンの、名誉回復を始めたかというと、やはり第二次世界大戦中はスターリンがソ連の指導者だったから、その戦争勝利とスターリンを切り離せないと、はい、考えてるからですね。でもそれはすごく誤ってる歴史認識です。なぜかというと、まずスターリンは戦争を終わらせたのではなくて、戦争を始めた人でもあるんですよ。それはですね、面白い話があるんです。面白いというか、知ってるかどうかわからないんですが、日本だと、まあ、太平洋戦争とか第二次世界大戦とかという言い方を使うんですけど、ロシアでは大祖国戦争というんですね。でも大祖国戦争 と、第二次世界大戦は別のものなんです。第二次世界大戦というのは1939年から始まってました。大祖国戦争、まあ、いわゆる独ソ戦争は1941年から始まったんですね。でもロシアの教科書では第二次世界大戦についての言及はほとんどないんです。ないと。それはなぜかというと、第二次世界大戦はどうやって始まったかというと、ナチスドイツとソ連が手を組んで同盟国としてポーランドを攻めて、で東西で分断させて占領したからですよ。そうですね。そうです。でそれは今ロシア人はなんか知ってるのにあえてそれを無視する。でだからあえて第二次世界大戦と言わずに大祖国戦争だけを強調してるんですね。であとスターリンのおかげで戦争に勝ったっていう考え方があるんですけど、それも嘘です。なぜかというと、ソ連ってドイツが攻めてきた時にすごく最初の半年はめっちゃボロ負けしてたんじゃないですか。もうずっとモスクワまで逃げてきて、半年で200万人以上が捕虜になって、それはなぜかというと、スターリンは大粛清を行ってて、有能な指導者、有能な大将とかを粛清してしまったんですよ。はい、要するに残ったのはちゃんとなんか軍隊に命令できる人ではなくて、スターリンに忠誠心が強い人だけだから、最初はもうボロ負けだったんですよ。そういうのもあるんですね。あとスターリンはですね、であその後はですね、戦争が終わったらスターリン の、 その戦争被害者に対する態度も最悪だった。やはり2000万人以上の犠牲者が出てて、でその中で手足を失った人とか、まあ、障害者になった人が非常に多かったんですね。はい、でも本来はそういう人の犠牲のおかげで勝利を得たわけじゃないんですか。だから本来はすごく尊敬されるべきの人だったんですけど、でも戦争が終わって彼らはもう手足がないから働くこともできないし、結構その攻撃してたんですね、町で。はい、でそしたらスターリンは、いや彼らの姿は社会主義国家にふさわしくないから、ふさわしくないと、島流しにしたんですよ。ワラハム島っていうところがあるんですけれども、そこで大きな障害者施設を作って、で町で警察を回って、もしそういう攻撃する障害者がいたら強制的にそこに入れて、まあ、死ぬまでそこで収容するっていう政策まで取ってたんですよ。はい、でなんですけど、今はそのいろんなスターリンの粛清の話とかしたんですが、それはね、スターリンだけの成果というとそうでもないんです。でロシアにはですね、有名な作家がいて、彼はこういう言葉を残しました。
私たちはよくスターリンを批判するし、その批判が間違っていない。しかし一つ聞きたいことがある。300万の密告書を書いたのは誰？それ要するに、要するにもちろんスターリンがその粛清を行ってたんですけど、なぜそれができたかというと、一般ソ連国民はそれを容認してたから。で、例えば隣人と喧嘩になったら、すぐなんか あいつは例えば夜中アメリカのラジオを聞いてるとか、そういう密告書を書いて NKVD に提出して、でその人は殺されてたわけなんですね。でだからこういうふうにもう300万以上の密告書が発見されてるわけだから、これはね NKVD じゃなくて一般市民が喜んでお互いを密告しまくってたわけなんですね。密告してたと。はい。でだからそれ、まあロシアの国民性の何といえば国民性に由来すると思うんですけど、ロシア人はですね、なんかよくロシア人とウクライナ人の違いは何ってよく聞かれるんですけど、一回はねその両国で世論調査が行われて、なんかあなたが一番大事にしてる価値観は何ですかという質問に対して、ウクライナ人は自由が1位だった。自由が1位。ロシアの場合は安定が1位だった。でそのロシア人からする安定というのはやはり政権交代が起きない、ずっと一人の強い指導者が国民を管理する。でだから社会主義ともすごく相性が良くて、なんか私たちは貧困かもしれないけど、その今の貧困生活は報酬されているから何も変わらないでほしいという考え方を持っているんですね。もうそうですね。だからロシアは歴史の中で民主主義国家になったことはありませんでした。まあ、ソ連崩壊した後はしばらく10年ぐらい続いたけど、また独裁に戻った。じゃあソ連も民主主義だったかというと独裁。じゃあロシア帝国は民主主義だったかというと、いえ独裁で、歴史を遡ってもそれはないんです。ウクライナは逆16世紀からそのポーランドから独立世紀してコサック国家を作ったんですけど、その時から最高指導者が投票で選ばれてた。もちろん善人じゃなくて軍人だけの投票だったんですけれども、でも君主制じゃなくて独裁でもなくて自由に選ばれてた。ロシアにはその選挙の文化がもともとないんですね。はい、なるほどね。まあ、こういったことなんですが、なかなかスターリンって言いますとね、日本人にとっても本当にこの名前を聞くと本当に私なんかもうね気分が悪くなる思いがしますけどもね。まあ、この話を受けて藤井さんいかがですか？ね、やっぱりね、チャイナの話とロシアの話ってよく似てますよね。で今もね、チャイナがどういう方向に動いてるかっていうと、第二の文化大革命みたいな方向に動いてますよね。で国内ではですね、どんどん社会主義化が進んでるし、再社会主義化ですね、一回民営経済中心に行ったのが逆転してるんですよね。そして自国民をいっぱい殺したとかね、少数民族弾圧したとかね、まあ、そういう点では毛沢東のが、まあ、スターリンより、まあ、殺した人間の数とかはさらに多いわけで、人口が多いせいもあるでしょう。そうするとね、僕は思うんだけどね、チャイナで冬のオリンピックね、これもね、もうやる資格ないんじゃないか。まあ、そういうことを考えると、ロシアもオリンピックやる資格ねえんじゃないかと。まあ、前のモスクワオリンピックは我々はボイコットはしたけどね。で、だったらね、今度の冬の北京オリンピックもボイコットした方がいいんじゃないかと。思いますよね。で、いまだにだから毛沢東崇拝をね、ものすごく煽ってるのが今の習近平さんですよ。はい、ちょうどプーチンがスターリンをね、持ち上げて自分の権力を強めてるようにしてるのと一緒ですよね。非常に似てますね。かつての最も残酷な、しかしその国では偉大とされてるですね、人を持ち上げて自分の権力を強化しようとしてると。だから同じような形で独裁権力をつかみたいっていうことなんでしょうね。で、まあね、僕の友人たちが来週の土曜日18日ぐらいにね、この人権なき北京オリンピックボイコットのなんかデモをやるそうですけども、まあ、デモに行くかどうかはね、コロナもあるんで気をつけて考えていただきたいけど、まあ、そういうようなことも日本であるぐらいね、アメリカでももう北京オリンピックはボイコットすべきじゃないかと、あるいは、他にちゃんとね、もっとふさわしいところで開いたらどうだと、冬のオリンピックを IOC に行って、IOC が言うこと聞かないんだったら、ボイコットした人たちが集まってね、別に冬の、もうちょっと安全な場所で、いい場所で、オリンピックにふさわしい場所でやったらいいかっていう説も、まあ、ありますよ。だから、僕も日本人もこのことは、まあ、東京でオリンピックやったんだから、もうね、チャイナにうんぬん言われる筋合いもないんで、これはもうオリンピックやるにふさわしい国じゃないというふうに日本人もそういう運動をやった方がいいんじゃないですかね。
はい、ありがとうございます。さて、続いてはですね、9月3日付の NHK ニュースウェブが報じたプーチン大統領、北方領土に、関税免除区域を導入というニュースを読ませて、いただきます。こちらです。NHK ニュースウェブの記事の概要です。ロシアのプーチン大統領はウラジオストクで開かれている国際経済フォーラムで演説し、この中で北方領土について活動する企業に対して10年間主だった税金を免除する、さらに全域で関税を免除する区域を導入すると述べ、日本をはじめ外国の企業からの投資を積極的に誘致したい考えを示しました。北方領土をめぐっては今年7月、ミスチン、これちょっと読みにくいですね、ミスチン首相が、トロフ島を訪れ、ロシア政府として、関税免除などの、優遇措置を適用する区域を設置するという提案を、表明していましたと。そうですね。はい、そして、このニュースを受けて、このようなお話を聞かせてくれるそうです。こちらです。ドン。北方領土を発見したのはロシアということですけどもね。そうですね、これはですね、一応ソ連時代も、まあ北方領土はソ連の領土という考え方が一般的だったんですけれども、ソ連時代にはそれはやはり日本は第二次世界大戦に負けたから、北方領土はソ連の領土だという考え方だったんですね。ところでですね、歴史はどんどん書き換えられて、今度は2016年日露会談の時にプーチンは日本に来て、でなんと日本人の記者の前でインタビューの時にこう言いました。なんか日本とロシアは、1875年にその日本語の名前ちょっとわからないけど、国際条約を結んだ時に、ね、日本が初めて北方領土を手に入れた、うん、その前は北方領土というものはロシア人によって派遣された地域だから、ロシア帝国は自国の領土と考えてたと言いました。これは明らかな嘘ですよ。でだってソ連の歴史教科書でもそういうことは書かれてなかったわけなんですけど、今はどんどんその中、戦争勝利のおかげではなくて本来もロシア領土だったという考え方は広まりつつあるんですね。なんですけど、で私は一回は国の方でロシアの新聞記者とラジオ討論したことあるんですけど、はい、でその時はちょうど北方領土の話をしてて、で彼はなんと北方領土はロシア固有の領土という言い方をしたんですね。でそしたら私が彼に言った、じゃあ北方領土の島の名前をちょっと教えてくれる。で彼は、まあ、ハボマイ、シトルフ、エコタン、はいはい、シコタン、ハボマイとかで、私はその場で聞き返した。なんかもう一回ゆっくり言ってみ、ハボマイはロシアの固有の領土ってで、そういうロシア語がねえだろうがって言ってねえだろうがと私も一応ロシア語喋ってるんだけど、エトロフはどういう意味か知らんで、もうロシアの領土なはずがないんですよ、うん、なんだけど彼らは平気にそういう嘘をつき続けてるんですね。で先はその経済的な話もあったんですが、免税区域、あれもですね、なぜプーチンがそれをやろうとしているかというと、ロシアにおいても北方領土はすごく未開発な土地なんですよ、はい、すごくのインフラが古くて人口が少なくて、で仕事がなくて、もうみんなはその魚を取るか、あるいはまあ軍人関係の仕事になるかという二択しかなくて、もう若者はあんまり住みたがらないんですね。でも人口は少し増えつつあるんですけれども、それはなぜかというとロシア政府があえてそこに、まあ、年金をもっと高く住んでくれたら年金もっと高くするとか、給料をもっと上げるとか、そういった措置を取って人を住まわしてるんですね。なんだけどやはりそろそろもうインフラの限界があって、もう人々は大陸の方に移住し始めてる動きも出てるんですね。でだから日本の企業とか海外の企業とかそこに呼んで、で日本のお金でロシアの実効支配を強めたい狙いなんですね。で私はその日本は北方領土に関しては甘すぎると常に感じてるんですけど、それは例えばウクライナも北方領土は、北方領土じゃない、クリミア半島は不法占領されてるんじゃないんですか。あそこの経済制裁はすごいものですよ。例えば
日本人は誰もが確認できるんですけど、うん、郵便局に行ってちょっとクリミアに何か送りたいって言ってみると断れるんですよ。クリミア半島には物を送っちゃいけないんですよ。なぜかというと、クリミア半島とその経済的なやり取りした会社は国際経済制裁の対象となって、アメリカは全ての取引を禁止にして銀行口座は凍結されるんですね。で、今も私貿易会社なんですけど、例えばロシアから振り込みがあった場合は銀行はすぐお金を渡さない、いろんなその同意書みたいなのが送られて、なんかロシアに売ろうとしてるんだよね。でもその商品はクリミア半島に入ったら、あなたたちも米国の経済制裁の対象になりますよ、銀行口座が凍結されますよって。だからちゃんとクリミア半島に物が行かないかどうか確認しろみたいな、物を銀行から送られるんですね。さらに言うと、クリミア半島にはウクライナのビザなしで入ったことがバレたら5年ぐらいウクライナへの入国は禁止にされますし、でウクライナと米国もそういう情報を共有してて、米国のビザも売りなくなる場合があります。で、クリミア半島ではビジネスする会社も米国などでビジネスできなくなってるんですね。それはもうすごい制裁あるんですね。じゃあ北方領土の場合はどうでしょうか。北方領土にいた人もその後は自由に日本に入れる。それはおかしいです。だってもう北方領土に行った時点で不法入国してるわけなんだから、すごい日本の領土だから。さらに、なんかビジネスを招いてるんじゃないんですか、海外の、はい、それは本来はそこに参加した企業を日本でビジネスさせないのは一番なんか当たり前の話じゃないですか。だって日本でビジネスしてるのに日本に税金を納めてないんだから、これはもう日本の法律違反だから、もちろん海外の企業にも制裁化すべきだし、日本の企業も絶対そこに参加すべきではないと私は思うんですね。でもそれに関しては日本は全然強く出ないから、もう半分ロシアの支配を認めてるじゃんって普通に思うんですね。あと北方領土に対して歴史認識に関する、それも一つ面白い話を忘れたんですけど、まずその、北方領土はロシア人によって派遣されたとプーチンがいたと言ったんじゃないですか。でその後は去年か一昨年か忘れたんですけど、ロシアにおいてアイヌがロシアの先住民族として認められたっていう、新しい法案が可決されたんですね。でもですね、日本でもアイヌを先住民族として認めたんじゃないですか。なんだけど目的もやり方も全然違います。もう日本はね、そのアイヌを先住民族として認めて、でいろんな血税を投入して、なんかそのアイヌ の博物館にお金を渡したりとか、なんかそういう支援も流したりとか、そういう支援する活動をしたんですね。ロシアの場合は全くそういった支援がありません。じゃあ何のためにアイヌを認めたかというと、私そういう考え方を聞きました。北方領土は本来はアイヌの領土、アイヌはロシアの先住民族、北海道も本来はアイヌの領土、だから北海道もロシアの領土っていう結びつけ方をしてるんですね。だからアイヌはロシア人だから、アイヌの地域は全てロシアの一部っていう、自分の覇権主義を正当化するためにあちらこちらで、そういう先住民族を認めてるわけなんですね、はい、なるほどね。これ本当この状況っていうのは、北方領土の問題っていうのは今ね、尖閣諸島の問題などが注目されてね、今ちょっとこれ忘れ去られている部分っていうのはね、これありますけどもね、これ藤井さん、いかがですか、この辺り、はい、いやいや、その通りでね、ロシアとかチャイナもね、どんどん歴史を書き換えるんですよ、自分に都合のいいようにね。で先ほどナザレンコさんがおっしゃったら1875年でしたか、千島カラフト交換条約ですよね、はい、でこれは、ね、非常に文明的なものだったと思います、うん、っていうのはそれはカラフトと千島は、両国が日露が出会ったところで、現地にその少数民族の原住民はいましたけども、少数ね、国境が未確定だったんですよね。ですから千島は日本が取って、カラフトはロシアが取るということで、いろんな民族の人が雑居してたようなところですから、一応線を引いたっていうのはね、これは文明的な条約だったと思うんで、本来ここに戻るべきなんですよね、日露関係は、うん、それからそもそもカラフトとね、このユーラシア大陸の間の海峡は何て呼ぶんですかと、これは間宮海峡っていうんで、間宮林蔵があそこに行って、カラフトが半島じゃなくて島だって初めて証明したわけですよね、うん、
日本の北方の探査というか探検ではそこまで進んでたんであって、日本人が間宮海峡を発見したんだからね、はい、ロシア人はあれが半島だか島だか分からなかったんだよ、うんうん、そういう歴史もあるんですからね、うん、それから井上さんご存知のように第二次大戦日本が降伏して北方領土トライのその後ですよね、戦争のごた、戦争後の日本が降伏した後のごたごたの時にね、まさに火事場泥棒で捉えちゃったわけだよね、はい、まあひどいことしますね、そういった歴史も全部、まず我々の方は事実を忘れないでしっかり認識して、うん、その向こうにその嘘の歴史の、ね、訂正を迫っていかなきゃいけないですよね。もう僕もね、プーチンが全部あれもともとロシアの領土だったって日本に来て行った時驚きましたね、うん、いやね、さっきはその、はい、日ソ中立条約の話が出てきたんですけど、それはですね、ロシアの教科書には載ってないんですよ。日ソ中立条約載ってないんですか？そうです。そこはもう本当に例えば満州においてなんか。そうアメリカは日本と何年戦ってもあんまり成功しなかったんだけど、ソ連はたった2週間で日本を倒してやったみたいなことが書いてあってでだから本当はその例えば、原爆広島のあれの話も載ってるんですけど、なんか全く別のところになってるんですね。なぜかというとそれを一緒に教えてしまうと原子爆弾が落とされた翌日にソ連が戦争を始めたことになって、ね、8月9日に、ね、入ってきましたからね。だからなんか最初はその日本はファシスト国家であってアジアではいろんな国を植民地支配してた、それに対してソ連がナチスドイツを倒した後は日本も倒してやった、でそういうなんかで赤軍 の, そのなんか英雄的に戦った話があって、でまた別に原子広島の批判も載ってるんですよ。でだから特にロシア大使館のツイッターでもそれは面白いというか変なのは、彼らはその広島の日にはあれは間違いだった、アメリカはなんていうかアメリカは非人道的な国家でアメリカを批判してるんですけど、それはね日本を守りたいからではなくて、あくまでもその米国を貶めたいからそう言ってるだけ でだからその広島についてそれは間違いだったと言った翌日は赤軍による満州での作戦は大成功だった、アジアを解放してやったみたいなことが書いてあるんですね。だからもう日本人もう米国も日本人も貶めてるわけであって全然共感してるわけではないんです ね僕はカラフトにね行ったらちょうど、ね、9月の2日でね彼が戦勝記念の式典をやってたんです。で、まあ、その時にたまたま見たらね、まあ、堂々とねこれまあねその日ソ中立条約なんていうの話っていうのは全く出てこないでね、堂々ともうこの戦争で取ったんだということをまあ言ってはばからないというようなことがありましたけども、先ほどねちょっとね記事の中でもありましたけども、日本に対してね投資を呼びかけるってこれまた本当にね大変な、俺どういうことでこんなね姿勢出てるのかなということでね、ちょっと僕もね、ノリ君に聞いてみたいこともありましてね、実は、このクリミアの問題が出た時にウクライナロシアのウクライナ侵攻があってクリミアの問題が出た時にねウクライナでねデモがあった。でそのデモの写真を私見たらびっくりしたんです。それはねなんとウクライナのデモで旭日旗が掲げられて、それで北方領土は日本のもんだというそういう人たちがウクライナの中で出てきてた。そうですね、実はそういうデモは2回も起きたことがありまして、びっくりした、はい、で一つの方には私も委員会員として関わってたんですけれども、あ、そうですか、だけどそこにプラカードがあるんですけど私が翻訳したものなんですが、あ、そうですか、あ、そうだったんだロシアが泥棒国家ってご本人だったということですねいや、で1回は初めてやったのは、うん、私たちの方だったんですけど、でその他の都市はやらなかった、他の都市は違うやり方して、ウクライナ外務省に意見書を提出したという形で、なんか北方領土を日本領土として認めるべきという意見書を外務省に出したんですね。でもなんと
私たちと全く関係ないような人、私が知らない人は、来年はまた開催して、で、また同じ首相をやったんですね。で、それもやはり、ね、ウクライナのメディアでも私は取り上げたんですけれども、で、それもやはり、私は、もう、多くのウクライナ人も、北方領土のことをあまり知らなかったんですよ。その、ロシアとの戦争が始まるまでは、まあ、なんか争ってるなって分かってたけど、歴史をあまり知らなかった。もう、どうして、その北方領土はロシア領土になったかとか、誰も知らなかったけど、やはりロシアによる戦争が始まると、あれそういえば極東の方にもロシアに領土を取られた国があるんだなってみんな分かって、で関心はすごく高まったんですね。でその北方領土が取られたいきさつを知ると、なんかクリミア半島とめっちゃ似てるんじゃないか、もうなんか国が一番弱ってた時に国際条約を破って、もうカジ泥棒のように領土をと取るっていう野蛮なやり方は、北方領土もクリミア半島も一緒だから、一緒だと、そういうことですか。はい、でだからもうやはり、でそれだけじゃなくて、そのデモの時はもちろん日本の地図があって、ウクライナの地図があって、ジョージアの地図があって、モルドバの地図があったんですね。だから何が言いたかったかというと、そのロシアに領土を取られた国はウクライナだけではない、もうロシアの周りの国のほとんどはロシアと領土問題を抱えてるんですね。だからもうロシアは本当にガンのようにも少しずつ隣の国から領土を奪っていくような国家ですね。それだって本来ロシアの固有の領土というのはモスクワ周辺なんですよ。それ以外は全て何かしらの戦争で取った領土でありますね。でだからそれはですね、やはりそんだけもうロシアのほとんどの隣国は領土問題を抱いてるんだから、それのもとで団結するのは当たり前じゃないかっていう考え方のもとで、そういうデモを開始したんですね。だからみんななんか自分のことばっかりではなくて、やはり全く同じ問題を抱えてる国が多いから、なんかまあ団結して一緒にロシアに圧力をかけるべきっていう考え方なんですね。これまあ実はね、せっかくね、今日北方領土の問題がまあ取り上げるということでね、アンドレイ君の方で話がありましたんで、実はちょっとね、これウクライナの問題と北方領土の問題が割とねリンクしてるっていう話をね、少しちょっとご紹介したいなと思いましてね、実はね、スクランブル発進ってことでね、ロシアの航空機も中国がこれものすごく今多いんですけどもね、北の方では依然ね、ロシアの飛行機が大陸から飛んできて日本の領空に、やってくるぞという、こういう航空機に対してスクランブル発進をかけてるんですよ。でね、これのねグラフをねちょっとありまして、これ防衛白書の中で、ね、あるんですけどね、これ見てください。ロシア機に対する緊急発進の推移を見ていただきますとね、これ、2020年までのことでねあんまり減ってないんですけどね、ドーンと増えてるのが2014年、まさにねそのウクライナでのねこれ、ロシアの侵攻が始まった年です、ね、始まった年でしょ。この始まった年に急にね500回近くのものがあるんですよ。でこれロシア機に対する緊急発進の推移というのは、ちなみにですね、この緊急発進というのはどんなものかというのをやっぱりちょっとこれ持ってこないと、まあ、皆さん説明がつかないんでね、これロシアの爆撃機の TU-95 というやつは、これがね、まあ極東地域から飛んでくるんですよ。でこれ見えない防空識別圏の方にこうやって入ってきて、ここから防空識別圏に入ってきて、このまま行くとこの辺りに領空があって、この辺りに領空をにこのまま進んでくると領空に入ってくるぞとなった時に、航空自衛隊の戦闘機がですねスクランブル発進で上がっていって、ロシア語で帰りなさい、このまま行くと日本領空になるから帰れってことで返すという、まあ、いわゆる挑発行為と、そしてこれ実は、日本の電波情報の収集をやってるんですね。でこれをこういうその状況をずっと繰り返している、まあ、いわゆる挑発行為、軍事的な挑発行為がこのクリミアの危機の時にドンと増えて、その後一旦減るんですけども、ずっとこういう状況で推移している。それもそうですね。やはり、まあ、どちらかというとクリミア半島に集中したいんですけれども、そしたら東の方からやられたら困るから、同時にいろんなところで挑発して分散させるです、うん、民主主義国家の努力を分散させるんですね。はい、でこれが結局今のもう一つのちょっと地図がありましてね、日本政府の問題ということでね、今先ほどご指摘あったまさにその通りなんですよ。今言ったこの防空識別圏、このまま飛んでくると日本の領空に入りますから、どうぞ帰ってくださいねっていう、いわゆる警戒区域ですね。簡単に言いますと自宅の監視カメラみたいなもんです。
監視カメラで映ってこのまま行くと自分の家の方に、門のところに敷地の中に入ってくる、その前段階、この段階でこのまま行くとあんたはうちの敷地に入ってくるから戻ってくださいよっていう、こういう警戒区域はね、防空識別圏 ADIZ って書いてますけどもね、見てください、北方領土外れてるんです。北方領土外してるんです。竹島も外してるんです。これね、何を意味してるかって、日本が領土の主張をしてるにもかかわらず、いわゆる軍事的なその防空識別圏で北方領土を外してるっていうのはね、これやっぱりロシアから見たらね、これはもうなんだ日本そんなもんかと、外してんだなと。これ竹島も同じですよ。こういう状況なんですよ。ウクライナの場合は防空識別圏もへたくれもないですよ。国境があるんで、飛んできたらすぐにもう対空ミサイルで撃ち落とすしかない。ただそんな状況ですよね。クリミア半島の方で領海侵犯が、半島なんだから、その海も領海があるんですけど、今はウクライナは定期的にNATO 諸国と軍事演習してるんですけど、その時にあえてクリミアの領海の方に変えて通ってる。でロシアはいろいろなんか撃ったりなんか警戒、撃ったりするんですけど、あえてそれを無視して、いやここはウクライナの領土だから問題ないよって示してるんですね。それは最近はイギリスの船はこういうふうにやったんですね。だからやはりそうでもしないと、それは相手の領土と認めるのと一緒なんですからね。だからロシアもそれを理解してて、北方領土で何度も軍事演習を繰り返したりとか、我々の領土だぞってちゃんとアピールしてるんですね。日本は尖閣においても竹島においても北方領土においてもすごく消極的で、あまりそういう主張しないんですね。だって尖閣は一応日本は実効支配してるのに、日本人は上陸してはいけないってなってるし、でその魚を取る人も入らないようにとかいろいろ言われてるし、それはおかしいですよ。自分、自国の領土だったら日本人は自由に行けるのは当たり前じゃないか。これはもう実はその彼とはですね、いろんなところで一緒になることがあって、やっぱりこう毅然とした姿勢でね、日本が自国の領土に対するやっぱり意識が薄いというやっぱりご指摘をねされてて、全く本当その通りでね、日本人のやっぱり領土に対する意識っていうのはちょっとこれね、本当いかがなものかということを疑問視せざるを得ない、そんな感じがありますけど、藤井さんどうですかね、これまた日本人の。そうですね、今ね総裁選自民党の言ってますけどね、誰か総裁候補でね、私が自民党総裁首相になったらね、日本国首相になったらね、ね、尖閣列島に上陸しますと、ね、そして日本の旗立てて、ここに日本人が常駐するね、施設を作りますっていう総裁候補はいないのかね。ねえ、本当。残念ですね。ねえ、もう頑張ってもらいたいなと思いますけどね、これ。どうでしょうね。だってロシア、さっきミシュスチン の総理大臣も普通に北方領土に行ってるんじゃないんですか、日本人も同じことしたら絶対怒られないわけですよ。なんか中国は何か反対するだろうけど、でも世界的にはそれ別に国際問題にならないとは思うんですよ、ね、自国の領土なんだもん。本当にね、これも、話がまだ尽きないところではありますけれども、このありがとうございました、ナザレンコアンドリューさんの恐ロシアの話ということでお届けいたしました。はい、それではあんまり時間もありませんけれども、最後の一つのニュースになりますかね、選んでいただきましょうか。はい、藤井さん、最後のニュースちょっと選んでいただけますでしょうか。あんまり時間ないようですけどね、この5番目、チャイナ気候変動協力に条件ってやつね。はい、はい、では、こちらのニュース、中国気候変動協力に条件、対中圧力解消をアメリカに要求というニュースです。こちら深入りまいりましょう。産経新聞の記事の概要です。中国の王毅国務委員兼外相は1日、天津市を訪問中のアメリカのケリー気候問題担当大統領特使とオンライン形式で会談しました。王氏は気候変動に関する米中の協力強化には両国関係の改善が欠かせないとの考えを示したということで、バイデン政権に対し対中圧力の解消を求めた形だとみられています。中国外務省の発表によりますと、王氏は米中関係について深刻な困難に直面していると述べ、その原因はアメリカの対中戦略にあると主張。アメリカ側に中国を脅威やライバルとみなすことをやめ、世界中で中国を封じ込め抑圧するのをやめるべきだと求めたということです。
こちらのニュースです。はい、これはこれだけのことなんだけども、僕はバイデン政権が生まれた時からですね、これ予測してて、ね、これはね、バイデン政権の一番の政策プライオリティ何かっていうとね、これはね、国防でも経済回復でもね、コロナでも何でもないんですよ。はい、CO2 削減なんですよ、世界的な。はい、でそうすると、じゃあ世界で一番 CO2 を出している一国で世界の 28% かな、30% 近く CO2 出しているのはチャイナなんですよね。はい、でチャイナに抑えてもらわなきゃいけないと。ただチャイナとすれば、いや、やってもいいけど、だったらこっちで妥協してくださいよねと。経済封鎖みたいなことをやめてくださいねと。ね、チャイナともっと自由に取引、ま、昔みたいに、トランプの前みたいに取引できるようにしてくださいよと。いうね、はい、ファーウェイとか排除したりしないでくださいねということになっちゃうんですよね。うん、で実はこの図式っていうのはオバマ政権の時から始まってるわけです。はい、オバマもこの地球温暖化が最大の問題で、安全保障上の最大の問題は地球温暖化なんだってさ、おかしいですね、はい、言ってることがね。はい、でバイデン政権もっとそうなんですよね。だから人類を救うみたいな話で、うん、まあ、僕はそもそも地球温暖化はしてないし、はい、CO2 減らす必要も全くないと思ってます。だけどもそういったことをプライオリティをナンバーワンにしちゃうから、チャイナがそこにつけ込んでくるわけですよ。うん、でこれは外交用語でリンケージポリシーっていうんですけどね、全然関係ない2つの分野をリンクさせて自分に有利な方に操っていこうということですね。ですからこれがもうね、バイデン政権の対中アプローチの最大の欠点ですね。なるほどね。それはね、チャイナ関係で一言だけ言わせてもらうと、ちょっと関係ないけど、恒大産業という不動産業があります。はい、チャイナでね、これがもうすぐ潰れます。そうするとかなりの国際的なショックを与えますね。はい、日本円でいうと何十兆円の負債抱えてますので、うん、でこれはね、習近平は潰す気です。はい、共産国家だから助けようと思えばね、政府の金、中央銀行の金をぶち込めばいくらでも助けられるんですけども、うん、おそらく彼の反対派閥、江沢民派とか反習近平派の人たちが大きくした企業だろうから、一回潰してそこの利権を整理して自分の派閥のものにしちゃうということでしょうから、これ潰す気です。そうすると、まあ、リーマンショックほどじゃないけど、まあ、かなり大きな、金融的にマイナスの波が、チャイナ発で世界を襲うことになるんじゃないかなと、ちょっとしたショックになるんじゃないかなと思いますので、もう破綻ははっきりしてますので、ぜひお気をつけくださいと。はい、投資関係の方には申し上げておきたいと思います。ご注意ください。はい、はい、ありがとうございます。はい、アンドリー君、どうですか。そうですね、まあ、だから妥協してくれたらこちらも妥協するというのは、その独裁国家はいつも使う、手法なんですよ。でもそれは一度も成り立ったことがありません。ない。例えばさっき北方領土の話は出てきたんですけど、じゃあ経済協力してくれたら妥協しますと言ったんですけど、結局お金だけもらって北方領土の問題は1ミリも進んでないまま終わりました。で中国もその気候変動協力をするとか言ってるんですけど、でも今までは別に欧米は中国に対して強く出てたわけでもないんですよね。今までずっと協力する態度を取ってたにもかかわらず、中国は逆にどんどん調子に乗ってどんどん挑発的な声に出たんだから、今も譲ってしまえばそれは中国に変な自信を与えるだけであって、絶対そういう嘘を信じてはいけないと私は思うんですね。特に気候変動、それにね、チャイナの場合ね、じゃあうち CO2 減らしましたって信じられないですよ、そんな統計。はい、いくらでも平気で嘘ついてくるんだからね。はい、ありがとうございました。どうもお時間となりました。まあ、本当にね、お二人ともどうもありがとうございました。来週月曜日のコメンテーターは月刊正論編集長の滝田真紀子さんと作家の武田恒康さんです。まあ、そしてね、司会の折島一平さんが戻ってこられる予定だということでございますんでですね、皆さんぜひともですね、楽しみに、ご覧いただきたいと思います。まあ、1週間ね、そんな形で、一平さん